はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトルディオブランド編究極、こちらのフロア7ですね、攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー、黒キラですね。暗黒空間、公平、移動距離 &ATK アップですね。そしてソニブをつけてます。続いてシゲチですね、産物けなす師匠をつけてます。続いて金助ですね、湧き上がる何も死ぬことはね、先導直すをつけてます。スタンバイには、ジョペリーですね、見習いアイアイですね、支配要員ですね。リンクスキルはエンヤバーをつけてます。そしてフレンドは帝王様ですね。では参ります。まあまあ、シゲチがいるとね、難易度は下がってくるかなという感じです。まずはシゲチで空振り、おっと、いいキラの上に乗っかってしまった。キラが動かせますね。さあキラで動いていきましょう。カン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 ができないですね。カンカンができないですね。上手にカンカンできるかな、上手にカンカンはできてる感じなんですが、移動距離が全く足りない。はい、気を取り直していきましょう。よいしょよいしょ、ちょっと外すような感じでいきましょう。ちゃんとね、削れるように動いてくれればいいんですけどね、動かないですしね。さあ、あともうちょっとなんですが、もうちょっとが、もうちょっとが、よし、これで OK ですね。はい。はい、倒せました。で、増援ですね。増援も。増援も黒キラでいきます。黒キラで走っていきましょう。はい、倒せました。おっと、倒せてない。倒せたつもりでいたのに見えないというのは辛いですね。はい、行きましょう。舐めてかかってました。さあ続いて、さあ行きましょう。今度はまた帰ってきます。さあ第2ラウンドですね。第2ラウンドです。今度はシゲチ CS です。シゲチ CS で弾を倒しきったんで怖くないですね。はい、続いてゾーエンです。ここで誰が掴まれるか、これによって変わってきます。シゲチが残ったので、シゲチ良かったです。さあここでうまくできるか、できなかったですね。ちょっと走りますね。はい、これでバニラアイスが倒せたようですね。はい、大丈夫です。はい、3ラウンドです。3ラウンド行きましょう。初っ端に CS ですね。 CS を仕掛けて、離れていくので怖くないですね。続いては、黒キラで走っていきます。どれか1体倒したらそれで終わりに、もう一回ね、産物重ねるために行こうとは思います。まだ倒れて、これでどうだ、全部倒しちゃった、全部倒しちゃいましたね。さあ今度はディメンションで倒しきれるか。倒しきれましたね。はい、よかったです。産物重ねなくてどうしようかと思いましたが、なんとか倒せてました。
さあ最終ラウンドですね。ここはたくさんアイテムがばらまかれるのでちょっと怖いですね。さあ CHCS でどれだけ削れるかですが、あまり削れませんでした。しかも残ってほしいのが、残ってはいけないのが残っているような気がしました。さあどこに攻める、ヒゲチをそこに行くか。さあ行きましょう。今度は、キラーで確実に倒していきましょう。クロキラ本当は、シゲチが嫌なところで残っている。あでもナイフを全部処理しましたね。よかったです。さあ最終増援ですね。シゲチが回復し、実をまた追い、そして、クロキラで今度は走っていきましょう。産物をまた重ねられたらいいかな。最悪産物重ねられるといいかなという感じですが、あ倒しちゃいましたね。はい、倒せました。はい無事クリアですね。おはじきがきちんとできれば、チゲチゲがいれば楽ですね。はい、というわけでフロア7ですね、クリアすることができました。ありがとうございます。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。続いてはですね、究極のフロア8、最終フロアですね、攻略していきたいと思います。ではラストまた。